こんばんは。こんばんは。すいません、皆さん遅れてしまってお待たせしました。こんばんは。あ、なんですかこれ、あの帽子ありがとうございます。帽子ありがとう。あ、秋だね、秋だね。ギフトもありがとう。すごい、なんかギフトが増えてますね。また、あら、リスとどんぐりとリスどんぐりとリスありがとうございます。すごいたくさん、秋ギフトかな、ありがとうございます。たくさん、トンボありがとうございます。あ、もみじ降ってきた。もみじもあるんや。もみじありがとうございます。キノコもお花もありがとう。嬉しい、秋ギフト一式投げてくれてる、ありがとうございます。ありがとう。あ、お花ありがとう。あ、めっちゃ降ってきた。ありがとうございます、ありがとうございます。なんかこのリストだ、リストどんぐりもありがとう、ありがとう。あ、トンボありがとうございます。あ、トンボ一気に10個も投げてくれてる、ありがとう。たくさんトンボ、たくさんありがとうございます。あ、またトンボ来た。もみじも来た。キノコも来た。秋だねも来た。ありがとうございます、みんな。めちゃめちゃ秋ギフト投げてくれてるじゃないですか、皆さん。ありがとうございます。いつから登場したんだろう。私、3日ぶりぐらいなので、ショールームが。そうそう。知らぬ間にギフトが増えてる。ありがとうございます。かわいい秋ギフト。こんばんは皆さん、ありがとう。めちゃめちゃ画面が華やかや、ありがとうございます。こんばんは、初見の方ありがとうございます。なんかこの時間、私いつもショールームやるときすごいフォーテッドグループのメンバーがたくさん配信してるんですけど、これ今の時間全然フォーテッドグループで配信してるメンバーがいなくて。あ、お花たくさんありがとうございます。お花ありがとう。あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。嬉しい、いつもありがとう。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。お花いっぱいありがとう。もみじもありがとうね。トンボもありがとう。見えてるよみんな、ちゃんと、ありがとうございます。そう、なんか今日全然メンバーいなくて、なんかあった、なんかあったなんか今日ありますか、なんでだろう。めちゃめちゃ配信してるメンバーがいなくてびっくりしちゃった。これから増えてくのかな。やっぱ平日は夜の方が、多分夕方よりも夜の方が配信してるメンバー多いと思うので、それもあるのかな。なんか今日少ないですよね、やってるメンバー。なんでですかね、たまたまですね多分。こんばんは。今日もか、優しい。今日なんてレッスン終わりで、今日めっちゃ汗かいたんですよ今日めっちゃ汗かいたの。めっちゃ踊って、なんかあの単独コンサートか卒コンかわからないですけど、久々に踊る楽曲とかもあったりして、ちょっと腰が腰が痛いです。今日はもうなんか久々すぎてさ、何の曲かは言えないんですけど、久々すぎてもうなんか忘れてました振りとか。リュウとそばかす見た。あ、リュウとそばかすの姫見ました。おそろっち私も見たよ。でもね、あれ昨日載せた、一昨日ぐらいに載せたんですけど、あれ見に行ったのね、めっちゃ前なんだよね。2週間前ぐらいに行きました、レイナと一緒に。そう、ゴルフウェアの生写真、そう、さっき出てましたね。あの生写真がね、新しく発売されるんですけど、なんと今回のテーマがゴルフウェアでーす。すごく可愛かったです、ゴルフウェアの衣装。ゴルフウェアなんて着る機会ないからさ、全くゴルフなんてやったことないし、レアですね多分今日ピンクメイクみたいな感じで可愛い。あ、今日はね、そう、口ピンクで、ピンクブラウンみたいな色のメイクです。嬉しい。こんばんは。あ、お疲れギフトありがとうございます。もみじもありがとう。お花もありがとうございます。そう、ゴルフウェアの生写真、明日からかな。
コンサート当たれば行きたいな。待ってるよ、来てほしい。そうだ、コンサート今日の10時まででしたね、予約受付。それは期待ですね。何をやるでしょうか。当落決まる金曜日まで。なんとかじゃない、なんだろう、気が気じゃない。その若さで腰が痛いなんて、いや腰痛いですよ、全然痛い。全然腰痛い。あと最近肩こり本当にやばくて、ねえ、私多分絶対整体行った方がいいんですけど。そう、なんか前まで大人数で公演やってた時はトレーナーさんとかが劇場に来てくださったりとかしてて、空き時間にマッサージしてもらったりしてたんですけど、ユニット公演になってからトレーナーさんが来なくなっちゃって、だから自分で整体とか多分行かなきゃいけないんですよね。行かなきゃいけないレベルで、最近もう肩こりが本当にやばくて、でよくつっちゃったりもするので、多分本当に体が限界を迎えてるので、やばいです。整体行かなきゃやばい。行こう、ちょっと本当に行こう、今週中に、1週間以内に絶対行こう。マジやばいんですよ、肩こりが本当にやばいの。バッキバキ、バッキバキなんですよ。なんか自分でさ揉んでも痛いぐらい、こうやって本当にやばいんですよ。あ、可愛い人ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。本当に行かなきゃ。金曜日の夕方当落だね。一般は当たると思うけど、特別席当たってほしい。金曜日の夕方、明日金曜日じゃないっけ。今日木曜日ですよね。ちょっと曜日感覚がなじれないんですけど。あ、今日水曜日じゃん。木曜日だと思ってました。水曜日か、明後日か。じゃあ当落、え、そんな早く当落、え、金曜日に当落、明後日当落、早っ。当落出んの早くない。もみじお花ありがとうございます。本当にやばい。自分で筋膜リリースとかして、私筋膜リリースねやりたいんですよね。でもあれ持ってなくて、ローラーみたいな、筋膜ローラーみたいな買おうか迷ってます。筋膜リリース、筋膜リリース自分でやりたい。でもあれなんかのえちゃん家に筋膜リリースのローラーみたいなのがあって、やってもらったことあるんですけど、もう信じられないぐらい痛くて。そう、買ってもなんかやらない気がして。あ、めっちゃみんな突っ込んでくれてる、水曜日だよって。失礼しました、木曜日だと思ってました。肩を上下に上げ下げしたり、こまめに動かした方がいいかも。本当にやばい、肩こり。あ、秋田ネギしたありがとうございます。あ、もみじもたくさんありがとうございます。ありがとう。あ、秋田ネギフトありがとうございます。すごいみんな秋ギフト投げてくれてる。みんなもお気に入りですか、秋ギフト。かわいいよね、ありがとうございます。筋膜リリースとは、筋膜リリースはなんか多分調べた方、私の説明より調べた方が早いんですけど、なんか筋肉をほぐすやつで、なんか筋膜ローラーみたいなのが売ってるんですけど、そのローラーでなんか足の下とかに引いてゴロゴロ足を転がすと、なんて言うんですか、筋肉をほぐすんですか、わかんないですけど、なんかあるんですよそういうのが。めっちゃ痛いんだってあれ、筋膜リリース。多分調べた方が早いんですけど。そう、でもそれやると本当にすごい楽になるみたいですよ、肩こりとか。肩こりもそうなのかな、足の疲れとか。そう、本当にね肩こりがやばいんですよね。どうしましょう、今の私の悩み肩こりです。まだねコンサートリハはね、踊り込みの、踊り込む段階というよりはまだ構成を作って振り入れをしてって感じの段階なので、最近のレッスンはロンティーで出てます。
でも今日は思ったより踊ったのでめっちゃ暑かったです。だからめっちゃ汗かいた今日。でもちゃんとショールームの前に整えました髪の毛は。うんとボッサボサでした髪の毛。毎朝寝起きに背中やってる。えらい、えらいですね。私も習慣でやりたいなそういうの。アイナちゃん秋服買った？アイナちゃん秋服マジで買ってなくてやばいです。今日買います。今日配信終わったらネットショッピングで慌てて買おうと思ってます。本当に秋服なくてやばいんですよ。大ピンチ今。買います、今日買おう。もう冬かな、もう冬になる。秋冬兼用で着れるような服を買おうと思います。初見の方ありがとうございます。こんばんは。コンサート申し込んだ、ありがとうございます。楽しみにしてます。あ、お花ありがとうございます。これ何のお花だろう。コスモス、コスモスの時期じゃん。コスモスの時期じゃないですか。コスモス畑、コスモス見に行きたいな。コンサート昼夜申し込みした。あー、ありがとう。当たりますように待ってるよ。今日買うかい。そう、今日買いたいんですよね。今日買いたい。レッスンの時はノンメイクの話のために。あ、くしゃみ出そう。失礼しました。レッスンの時はノーメイクですね。だからそうです、配信のためにメイクしました。秋服買ってなかったか、送ればよかった。秋服本当にやばいんですよね、買ってなくて。どうしましょう、どうします、皆さん。アイナちゃんとそれにしたいから来たら SNS とかに載せてほしい。できる限り私も載せたいと思ってます。頑張ります。お揃い嬉しい。アイドルメイクとかってありますか？アイドルメイク、なんだろう、アイドルメイクはなんかとりあえずキラキラさせとけばいいんじゃないですかね。キラキラさせるのと、あとまつげをめっちゃ、やっぱりカメラに映るのでまつげをこのブワッボリューミーにするのがアイドル流メイクなのかなと思います。まあ今日はまつげ私一切やってません。ステージ上がる時とかはもうまつげバッてやります。天使ですかって、違います。天使に見えたのならありがとうございます。天使じゃないです。今週末のしゃべり会はお洋服大丈夫？いや、今週末のしゃべり会のお洋服まだ決めてないんですよ。やばいやばい。やばいやばい。だいたいね、こういうの着ようかなーみたいなのあったけど、まあちょっと私家でね、おしゃべり会の前とかフィッティングするんですけど、ファッションショーするんですけど、一人ファッションショーまだやってないです。みーちゃんこんばんは、にゃっていう方こんばんは。コンサート当選しますね。当選しますように。尊いゲット、ありがとう。くしゃみしたタイミングで投げたでしょ。めちゃめちゃ可愛いキャスケット見つけたんだけど、最近かぶって、最近キャスケットかぶってないけど帽子欲しいと思ってました。私ね、キャスケットもそうだし、やっぱ秋冬は帽子が可愛いじゃないですか。でも最近私あれを買ったんですよ、あのキャップを買ってそれをかぶってて、でもそれは私服と合わせるよっていうよりは、なんだろう、レッスン行く時とか、まあ私服にも合わせたりするんだけど、キャスケットもそうだし、あとなんかベレー帽の、あのカンゴールっていうお店のなんかベレー帽じゃないベレー帽みたいな形のハウチング帽子っていうんですか、なんかなんていうの、こういうやつ、ベレー帽に見せかけみたいなやつとかキャスケットとかね、最近見てました。レッスン中はマスクありなし。レッスン中はマスクありですね。マスクしながらレッスンしてます。
スナイデルの秋服とハーリップ2の秋服可愛いですよ。可愛いですよね。私もめっちゃ見てるんですよ。めっちゃ見てる。でもね、値段がやっぱりいい値段、お値段するので、スナイデルさんとかハーリップ2さんとかの洋服はやっぱり、うん、めちゃめちゃ慎重に選びます見てはいるんだけどね、買ってはないですね最近。ハニーファッションショー見たい。もうね、めっちゃいろんな服着て、鏡で撮ってでこうやって見比べて選んだりしてます。あ、こっちの組み合わせの方が可愛いかなとか。そう、今日はトロの日なんだって。トロの日？大トロとか中トロとかそういうことですかそういうトロ。今秋服送ってもあれだから冬服探します。エレーエレーだって。あら嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。みゆみゆのバキャー買いです。みゆみゆのバキャーなんて買えないですよ絶対高いやん。3万ぐらい、もっとする、4万ぐらい。みゆみゆのバキャーとかかぶってみたい人生でしたね。フェルトキャスケットで形がめちゃくちゃ可愛いの。でもこれ絶対可愛いじゃないですか。楽しみに送ってください DM で。見たい、どんなのか。そうだね、ジュニアロでもキャスケットかぶってましたね。キャスケット似合う、嬉しい。キャスケット好きです。帽子好きです。帽子が好き。うん、可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。17日のおしゃべり会初めてアニナ撮りました。あら嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。17はね、完売、ありがたいことに完売させていただいてるので嬉しいです。ありがとうございます。そう、そうやって服選んでる。コンサートで愛ちゃん推しの方と会ってみたいなって。愛ちゃん推しの方みんな優しいですよ。ぜひ会場でみんな喋ってください。冬嫌いだけど、あやなちゃんのこだわりコーデ見るの楽しみで。冬嫌いなんですか。私は冬派、夏より冬派です。冬服ね、冬服って本当に可愛いよね。四季の中でやっぱ冬が一番お洋服可愛いなって。私はまあ秋も春も可愛いけど、まあ夏も可愛いけど、私が好きな季節服ランキングだったら1位冬、2位、いや春と秋迷うな、2位春秋、まあ夏も可愛いんだけどな。冬服ってやっぱ可愛いなって思います。マフラーとかさ、モコモコとかさ、ニットとかさ、冬服着てる女の子って可愛いよね。鼻かゆい。あ、にゃんにゃんうちはできた。嬉しい、早く見たい。あ、今送ったどっちの色って言ったらそれか。そんな本当にですか。あ、どっちが匂いそうか、匂いだって、匂うだって、似合いそうかってことですか。でやっぱみんなね、 DM 活用してくれるの嬉しいです。やっぱ DM とかで、あのこの洋服送ったよとか、この洋服送りたいと思ってんだけどって、で握手会とか、あ、おしゃべり会とかで、あの DM で送ったやつどうだったとか、すごいみんな DM の使い方が上手私 DM 毎日見てますからね、言っときますけど。全然来ない日とかもありますけど DM それでも毎日見ちゃう。かわいいキャスケット、みんなに見せたいあ、めっちゃ鼻かゆいな、やばい。どっちの色だろう。どっちも色
い、めっちゃ可愛いですね。どっちの色も好きだな。ベージュと黒、みんなどっちが似合うと思います？可愛い。あやなちゃんのおしゃべり会しばらく行けないから寂しいって。おしゃべり会ね、あと2日、あと2日ですか、おしゃべり会の予定。2日ですよね多分。9と、あ、嘘です、あと3日です。9、11、17、あと3日間か。おしゃべり会の予定ないと寂しいよね。わかる。なんかみんなと話す機会もっと欲しい。かわいい、もう、え、めっちゃかわいい、超タイプ。冬服会にはめっちゃ好き、嬉しい。冬派、冬派ですよ、同じ DD です。季節 DD。 初見の方ありがとうございます。え、 DM 電子してるけど届いてないって決まるから。いや、届いてます、届いてます、届いてます、毎日見てます。あの来ない日っていう、来ない日じゃなくて、あんまり来ない日です。あんまり来ない日もあるけどって、全く来ない日はないですね。誰かしら送ってくださる誰かしら DM 送ってくださるんですけど、DM は毎日見てる。どっちも好きだな、色迷う。ちょっと17日にうちは見せるねって、楽しみにしてる。私絶対反応でかいけど気にしないでねそういうの嬉しくて、おしゃべり会とかわーとか言っちゃうけど、おしゃべり会が残り少なくなっていくねえ。本当に寂しい、本当に寂しいよ、本当に寂しいんだけど。あ、本田ひとみちゃんと横山ゆいちゃんのお話会行きます。なんとかじゃないよ、なんとかが欲しいなってるえ、いいな、私も本田ひとみさんと横山ゆいさんのおしゃべり会参加したいんですけど、取ろっかな、剣ガチで参加したい。かわいい、本当に。カウントダウン TV 見たんですけど、 AKB さん、いや、えぐくなかったですか。君のぬぬ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 いやー、かっこいいよね。でもハモるま。Hey, what's up? なし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 。にゃにゃ自然登録はしばらくないのも寂しい。そうなんですよ。公演がマジでなくて、多分皆さんアイニャ不足ですよね。きっとはアイニャ不足ですよ。そんなことないとか言わないでねめっちゃ声低い。いやーね、マジで公演ないんですよ。私もなんか寂しい、めっちゃ。インスタストーリーのメッセージも届いてる。あ、ストーリーのメッセージも届きますよ。ストーリー載せて、それにメッセージ送れるじゃないですか。あれも見れます、届きます。あ、コバンありがとうございます。コバンありがとう。あ、コスモスも、あ、コスモスありがとうございます。あ、もみじ、もみじありがとう。秋ギフトかわいいな。なんかショールームのギフトどんどんなんかかわいくなってくよね昔こんなんなかったよね。Hey, what's up? ぬし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 。今も探してるけど高くて送れないやつ多くて困ってるいつもみんな言うそれ1万円の上限じゃ送れないってみんないつも言うよね。リエさんプロデュースの秋服1週間前に発注して DM ご参照。嬉しい、嬉しすぎる。リエさん会いたい、リエさん会いたい待ってください、私が可愛いと思ってたスカートなんですけど、さすがに怖いさすがに意思疎通だ。リエさんのブランドのインスタフォローしてるんですけど、嬉しい、可愛い、ありがとうございます
もみじありがとうございます。もみじたくさんありがとうございます。今日もファンの方からいただいた服着てます。これはロンティー。もうね、ロンティーマジで何着あっても顔ひどい顔、何着あってもマジで着るんで、ロンティーマジありがとうございます。ロンティーは超嬉しい。あ、すごい取れちゃったね。めっちゃ良かったですよね、カウントダウン TV。 ずいぶん前からアニア不足です。私は不足だよ、本当に喋りたいよ。あ、キノコありがとう。かわいいキノコ。ハートじゃん、ハートじゃん、このキノコ。気づかなかった。ハートキノコありがとう。これがないと生きていけないよ。大げさでもわかる、なんかこれがあるから頑張ろうって思って人間って生きれるじゃないですか。まあそういうのがない時もあるけど、何もモチベがない時もあるけど、なんか生きていく上でさ、これを目標に頑張ろうとか、これがあるから頑張ろう、これを楽しみに頑張ろうとかで、いつもの倍頑張れるじゃないですか。だからそれがないの寂しいよね。コースは取ったら公園たくさんあるから、新年アニア公園また見たすぎてって。いや、あると信じてます、私は。アニア不足はおしゃべり会で補う。おしゃべり会楽しみにしてるね。11月はおしゃべり会ないんだね。今のところないと思います。私は何も聞いておりません。だから今10月は、まあ、去年おしゃべりピンクの時もあのおしゃべり会追加っていう感じがあったので、まあなんとなく10月もあるんではないかと思っておりましたが、結局ありました。でも11月はねない気がします。私的にはもう終わりなのではないかと 思いますね。ぬしん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 、 Hey what's up、 アイニャに会いたい2021オータム。会いたいよ私も。あ、もみじありがとうございます。もみじありがとう。私もりえちゃんのトレーナー予約しちゃった時さえ送りました。嬉しい、みんなありがとうね。めっちゃ着る、めっちゃ着る。公演が再開してもうすぐ1年だね。1年後コンサート生きてると。確かにそうだね、公演再開してからもうすぐ1年か。ニャーニャー、あの伝説のほぼ MC のニャーニャー公演があってから1年か。1年後こんなに進化したよ、ニャーニャー公演。てか1年もニャー公演っていうかユニット公演を1年間もするって思ってなかったです、正直。私はなんか最初は今後もやっていくけど、なんかある一種の企画みたいな感じで始まったので、だからまさか1年もねユニット公演が続くって本当に思ってなかったから、そうちょっと驚いてます。1年後もユニット公演っていうのは、やっぱユニット公演もめちゃめちゃ楽しいし大好きなんですけど、みんなでの公演もできたらいいなっていうのはやっぱり未だに思うかな。残りの丘公演やりたいな。公演なさすぎてバス見に行けてよかったよ、新宅さん保存って来てくれて本当にありがとうね。Hey what's up。 去年公演再開初日に8ヶ月ぶりにアネちゃんに会えて涙出た。そうだ、去年ね、だってみんなに会えない期間めちゃめちゃ長かったからね。公演の時みんなに会った時ほんと感動したもん。でもそうだよね、去年からコロナが流行り始めてで、今すごいなんか減ってはいるけど数的には、でもまだまだ油断は本当にしちゃいけないなって思いますし、まあね、油断してはいけないとは思うんですが、やっぱり私ちょっと数ヶ月実家に帰れていないので、ちょっと宣言も終わり、コンサートがねちょっと無事に終わったら久々に実家に帰りたいです。
ちょっと帰りたいですね。家族にマジで会えてないので。そうだ、1年前ビニールシートあったわ、懐かしい。そうだ、あったね、みんなと私たちの間に。あれね、鏡みたいになるんよ一番前で踊ってると、そう、後ろのメンバー見えるっていう。トランプタワー昼夜見たなー、わらそれはいい思い出ですよね、いい思い出としてあ、すごいすごい、めっちゃハート、めっちゃハート、めっちゃハート、ありがとうございます。すごい数のハート来た、数えきれないほどのハートが。ありがとうございます、ハートいっぱい、ありがとう、ありがとうございます。 Hey, what's up? なしん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 、何十回言っても飽きずにずっと楽しいってね、嬉しい、ありがとう、本当に嬉しい。それは10月11日日向ソロとトイレで再会だった。そうでした、すごいね記憶力本当にみんなの記憶力尊敬する。そうでしたね、懐かしい。ネモハマめっちゃ頭に残る曲、めっちゃ頭に残る、めっちゃ好き。バスケの応援の楽しさで目覚めた。バスケのさ、応援めっちゃ楽しいよね。私も普通にプライベートで行きたい。実家は何ヶ月ぶり、何ヶ月ぶりになるんだろう。全然帰る予定も今んとこないんですけど、まあ、コンサートが終わったら帰れたらいいなとは思ってるけど、マジで会えてないのでね、会いたいです。今日はひーちゃんの誕生日だよね、本田ひとみさんの誕生日。今日あれですよね、え、今夜比べてみました、何時からですか、あれ見たいんですけど。出演、本田仁美さんの出演予定は21時頃予定だって、見なきゃ。アイズワンメンバーもお祝いしててすごい嬉しい気分。わー素敵、アイズワンさん本当に大好き、尊い。あ、ハートいっぱいありがとうございます、ハートありがとう、ハートありがとうございます、めっちゃ投げてくれてる、ハートありがとう、ありがとうございます。ビニールシート使ってでも公演やろうと頑張ってくれたの嬉しかったよねって。そうですね、ビニールシートあったけど公演ができるってことが本当にありがたかったので。今日アイニャン大好きな甥っ子のランドセルが届き、アイニャンに甥っ子のランドセル姿見せたい。見たい、ぜひ DM とかで送って、見たい見たい。私の姪っ子もランドセル選んだのかな、なんかランドセルを選んでる時の写真は届いたけど、ランドセル決まったのかな。 Hey, what's up? もう頭叶えないわ、ネモハモルーマーが、ネモハモルーマー。忘れないよ、夜声入れて、あなた泣いて涙は涙だったから、あー嬉しい。鼻水が。ちょっとアップルして。でも守るな。実家に披露した日のおかげでアルビ好きになった。おー素敵、アルビさんも NGT もどっちも好きでいてください、皆さん初見の方ありがとうございます。最近おかげ何があったっけね。でもなんかそうだ、10月なのか、もう、あ、そうだ、私メール取ってる方にしかちょっと伝わらないかもしれないんですけど、メール取ってない方もなんとなくわかるかな、私文章の書き方をちょっと変えたんですよ。今まで開業するのが
いいって思ってて、もう割と4年、ここモバイルメールが始まって多分1年後ぐらいからやってたので、もう多分 3,4 年は同じ感じで文章を書いてるんですけど、開業を私めっちゃするんですよ。もう最近開業なしでメール書いてもいいんじゃないかなって思ってきて、なんか A 型だからか分かんないんですけど、なんか文のなんて言うんだろう、綺麗に切るれるのが好きで開業をめっちゃしてたんですけど、最近開業をやめました。気づいた人気づいた人いる？私からしたらめっちゃ結構大きな違いなんだけど、気づかないか、別に気にしないか。そう、開業をやめたっていう。だからいつも4行とか3行とかに分けて書いてた文章をもう1行2行で書くように変えたんですよ。そう、私も DM して大丈夫な、え、誰でも DM、 カモンカモンです。 DM はぜひぜひ、よさげなく今 DM のこと、お、みんな DM をめっちゃ活用しておるいいねいいね。え、あー、みんな気づいてない、見てみ、おもろいからちゃんおもろいから見てみて、違い。更新されない DM が来た。かわいい、めっちゃかわいいですね、めっちゃかわいい。え、3枚目のワンピース大人っぽい、めっちゃ好きです。最近こういう大人っぽいのね好きなんですよ。え、全部かわいい。あ、でワンピースはね3枚目がすごい好みですね。でもどっちもかわいい。トップゾーンめっちゃかわいい、かわいい。あ、トンボありがとうございます、トンボありがとう。そう、ほんまやって気づかなかったって。そう、1行長くなって、そうなんですよ、開業たくさんしてるイメージだったから変わったなと思う。そうなんですよ、開業をやめたんです。なんか昔にそのやっぱモバイルメールをどういう風に打つかメンバーですごい研究してて、で岡田奈々さんのモバイルメールを誰かメンバーが取ってて、それを見せてもらったんです、参考にしたら。岡田奈々さんはすごい開業をめちゃめちゃするタイプの方で、めっちゃ見やすいと思って、こんな見やすい文章あるんだって感動して、私は岡田奈々さんのモバイルメールの真似をして開業をめっちゃするようになったんですよ。それから本当に 3,4 年前なんですけど、開業するようになって、もうずっと続けてたんですけど、なんか開業しなくても文章って別に読みにくくはないなって思うようになって、なんかめっちゃ開業にこだわりがあったんですけど、別にめっちゃ手間が減るとかそういうわけではないので、めんどくさくなったとかでは全くないんですよ。手間は別にそんなに開業しようとしなかろうが、打つ文字数は一緒なので全然変わらないんですけど、なんか開業をやめてみたくなったんですよね。なんか気分を変えたかったんですね、ただ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 気分を変えたくて開業をやめてみたんですけど、実は変えてましたっていう話昔のと比べたら確かに違うってなるでしょ。多分ね、変えたのがね割と最近で、10月入ってからかな、あ、9月の最後の日もか。え、いつからだろう、9月の28日からだと思います、多分多分9月の28日から私開業をやめました。1週間前ぐらいから開業をやめました見たらだいぶ違うと思う。そう、バスケのシーン DM で送ろうと思ったけどすごいマジだから普通にインスタで少しずつアップしてる。見てるよ、ありがとうね。水おいしい。そう、
なんか開業した方がなんか綺麗に見えるって思ってて開業してたんですよ。でも開業をやめてみても、まあ、でも今は開業ないの気に入ってるので、多分こっからは開業なしで私は生きていくと思います。ずっと開業したんですよね、3、4年ぐらい。結構私的にはね、歴史的瞬間ですね、9月28日は歴史的瞬間だって、もう見比べたら本当に分かると思います。皆さん全部開業してるのよ。まあでもどっちにしろって感じはあるけど、どっちにしろめっちゃ変わるわけではないんだけど、帰ってる時の感覚は違和感なくかけてるのかな。いやでも最初はやっぱり開業で慣れちゃってたので、開業しないでメール書いてる時はなんかやっぱ違和感ってなったけど、なんか2日3日ぐらい経ったらやっぱ開業しなくても別に平気だなって思うようになりました。あ、キノコキノコありがとうございます。わキノコありがとう、ハートキノコありがとうございます。秋だね、秋だね、ギフトもありがとうございますそう、iPhone と Android で表示が違うのかなと思って、ああなるほどね、私が変えたんです私が変え方を変えました。文章書きやすい俺大丈夫ですよって、ありがとうなんかなんでもないです愛ちゃんの豆は温かくて元気もらえるから大好きって、嬉しい、ありがとう。なんか特定の誰かにっていうよりはモバイルメールを取ってくれてる、見てくれてるみんなになんか届いて嬉しいなって思ってもらえるようなメールを届けたいなっていうふうのはいつも心がけてるかなと思います。愛ちゃんの豆は毎日の楽しみになってる、嬉しい。私もやっぱりいつもね、自分をねみんなにみんなと同じ目線で喋っちゃうの癖なんですけど、まあ、許してほしいんですけど、私もやっぱアイドルが好きなので、なんかそのインスタグラムをね更新してくれた時とか、ブログとかアップしてくれた時とかめっちゃ嬉しいんですよ。可愛いなって思ってそれ活力になるから、みんなにとってもね、そうなんか毎日楽しみになってるとか言ってもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。でもなんか必ずしもアイドルとか芸能人の方って必ず毎日なんかやるコンテンツってわかんない、インスタグラマーさんとかは毎日インスタ投稿したりストーリー更新したりっていうのがあるかもしれないけど、なんか毎日やる、なんだろう、絶対 やるコンテンツみたいのがなくて、でも私的にはそれがモバイルメールで、なんかモバイルメールは本当に何かない限りとかすごく忙しい日、な本当に私モバイルメール送らない日年に本当に数回だと思うんですけど、あ、もみじありがとうございます、もみじありがとう、本当に年にもう買って3回とかですかね、わかんないですけど、私本当にモバイルメール送らない日がめったにないので、本当に毎日モバイルメールは送らせていただいてるので、そういうコンテンツがあるっていうことがありがたいですし、みんなが毎日見てくれるみんながいるのもめちゃめちゃありがたいなって思います。やっぱなんか私はなんだろうな、
ぱ毎日チェックできるもの、毎日見れるコンテンツがあるってめちゃめちゃありがたいことだと思うんですね。毎日皆さんに何かを届けられるっていうのは、そうだからマイルメールはなんかめちゃめちゃ特別なコンテンツだなっていうふうにはすごく思います。もみじたくさんありがとうございます、嬉しい。そういろいろ考えて送ってくれてるの分かる、もめだよね。本当素敵な人が現れてる、嬉しい、優しい。開業するとブログ風、開業しないとメール風になると思うのよね。確かにそうかもしれない。確かに私はメールでめっちゃ開業してた。あいちゃんメール大好きだって、嬉しい。いつもメールありがとうございますって、こちらこそ見てくれてありがとう、本当に見てくれてありがとうって私思うんだよね。本当にありがとうございます皆さん。その心がけが優しい、あいにゃらしいって、あありがとう、優しい。そこにそう思ってくれてるのが優しいんです。送付画像がめっちゃ可愛い、あ嬉しい。メールはやっぱりね、あの結構自撮り多めなんですけど、まあ、ほとんど自撮りなんですけど、まあ、SNS に自撮りのっけりっかいってめちゃめちゃ多いわけでもないので、まあ最近増えてきたかな、どうだろう。でもモバイルメールはが断然多いので、自撮り載せるのは。そう、いつもモバイルメール楽しみにしてますって、嬉しい、本当にありがとう。モバイルの写真がいつも可愛すぎ、毎回楽しみだし待ち受け選び困りすぎだよねちゃんって嬉しいよ、ありがとう。あキノコありがとうございます、キノコありがとう、ハートキノコありがとうございます。かわいいねこのギフト、なんかあれ食べたくなる、アポロ、アポロ、アポロチョコチョコ食べたくなりますねこのキノコやっと仕事が終わった、おお疲れ様、お疲れ。マメいつもすごく嬉しい、たまに来ない日あると大丈夫だと思ってるけど勝手に心配しちゃう。そうですよね、なんかマメ、モバメ、モバメ噛んじゃった。モバメは結構本当に毎日送るのが当たり前みたいになってるから、送らない日があると多分皆さんすごい心配かけちゃうと思うので申し訳ないです。でもおやめで送らない日 あるかな、まあ、わかんない、どうなんだ。他のメンバーのモバメは私全く知らないので、どんなメールをみんなが送ってるのか、ヒントとかも全然知らないんですけど、全然一日送らないことがよくあるメンバーもいると思うんですけど、私はあんまりないのでね、多分みんなにちょっと心配をかけてしまうところもあるかもしれないけど、まだめったにないですね私がモバメを送らない日は。もしあったらごめんなさいもしあったらごめんなさいです。私にとってアイニャの前は特別なものって、嬉しい。アイニャのすごい昔のモバメとかたまに迎えすぐれモバメ嬉しいって、恥ずかしい、絶対やだ昔のモバメあ、もみじありがとうございます。もじみ、ええ聞きました、今もじみって言いましたよね、今怖っ、完全にもじみだったんだけど、もじみ、もじみなんて言い慣れてなすぎてびっくりしちゃった今。もみじありがとうございます。もじみっていうことある、アポロチョコチョコ、アポロのチーク菓子的なのあるよね。あります、タケノコの里かな、アポロだったかな、なんかありますよね。私ねやったことあるんですよね、普通にプライベートで一人で違う、聞いてください、なんかお兄ちゃんがね UFO キャッチャーで、なんかアポロじゃなくてなんかタケノコ、キノコの山、キノコの山のなんかチーク菓子みたいな、なんか自分で作るやつみたいなのを洋月で取ってきて、でなんかショールームのネタにしないよって言って、持って帰りなって言って、実家でね、そう持って帰りなって言ってキャリーケースに詰めて、こんなでっかいの持って帰ってきたんですけど、なんかショールームでやるほどのものでもなくてなんかチーク菓子ってすごい工程があるから面白いんですけど、それってただただチョコペンみたいのをお湯で溶かして型に入れて、なんか棒ぶっ刺して、あのキノコの山の棒あるじゃないですか、あのクッキーみたいな部分、あそこぶっ刺して冷蔵庫で30分ぐらい冷やして完成みたいな、なんかショールームでやるほどのものでもないかなって思っちゃって、普通にプライベートでプライベートでやりました一人で一
人でやっちゃった、ごめんなさい、すいません、やっちゃいました、おやつで持ってたんですよね、まさかの。カドちゃんはあまり来ないよ小声ってそうなの、なんか本当に私メンバーのモバイルメールの頻度とかどんな内容なのかとか分かんなすぎて、全然逆になんか見たくないもん、メンバーの場面なんか恥ずかしくて。私のももちろんメンバーに別になんか変になんだろう、めっちゃブリブリしてるメールとか送ってるわけでもないから、私は全然見られても平気なんだけど、なんかメンバーに見られる、モバメ見られる日恥ずかしいし、モバメ見られるの恥ずかしいし、自分もなんかメンバーの別に見たいと思わない恥ずかしい、なんか文字見やばいよね、文字見やばい。モバメが来ない日は何かあったんだなと落ち着くまで待ってよってなる。もうさあ、ありがとうね、ありがとう。文字見。ちなみに次回のチークワシの配信はいつですか？そろそろチークワシ配信しましょうよ。チークワシ配信ね、最近してないですね。なんかでもやっぱりあれ、なんか誰かとやりたいなって私めっちゃ思うんですよね。一人でチークワシ作るの寂しい。寂しい。めっちゃ喉鳴った今。チークワシね、最近やってないね。うん。水を入れてこようかな。アイニャンの影響でチークワシ買った。え、そうだ。おしゃべり会でね、見せてくれたもんね。嬉しかった。ね、私最近の。エピソードがあって、最近のっていうか全然最近のエピソードじゃなかったんですけど、ちょっと水入れてきます一旦。ここにチョコがあったので、ちょっとチョコを食べながら配信したいと思います。リベラ、チョコでいいことスタイルフリーリベラ、これをちょっとつまみながら喋ってく。そう、私最近これフォトログに書こうと思ってたやつなんだけども、フォトログにもこの書いて載せようかな。なんかオンラインおしゃべり会あるじゃないですか。オンラインおしゃべり会が終わった後ってみんなレポとか載せてくれるじゃん。私なんかそのレポがめっちゃ好きで嬉しくて、感想とかレポに関わらず感想とかレポをなんかみんなが載せてくれるのが嬉しくて嬉しくて、なんか愛おしくてスクショしちゃうんですよね。普段から私みんなのツイートとかなんかインスタの投稿とか見てなんか嬉しいなと思ったのとかすぐスクショしちゃうんだけど、なんかおしゃべり会の後のリベラとか、リベラやばい、レポのことリベラって言っちゃった。リベラはこのことです。おしゃべり会の後のレポとか見て本当にスクショしちゃうの。だから私もうフォルダがやばくて、みんなのせいですぐ最近スクショしちゃうんだよね。なんか嬉しくて、もうメールの配信とかもめっちゃスクショする。私 DM もスクショする。みんなのだから、あ、いい匂い、みんなのね、みんなのやつだらけで、私の携帯のフォルダなんか嬉しくて可愛いと思ってスクショしちゃう。うん、無理、うん、なんか冷やした方が好きなの私これ。うちの子チーク菓子にハマってる男の子なんだけどね。兄ちゃんチーク菓子ハマる男の子なんて絶対将来いい男の子になるよ。手先の器用な。私も男の子がいつか男の子を産むことができたらチーク菓子やらせます。手先の器用な男の子になってほしいから。あやちゃんのメール取り始めたきっかけがアンジュの様子知りたかったからなんだよな。メール少なめ。
すごい、推しへの愛すごい。推しのことが気になって他の子のメールを取るってめっちゃ愛ですね、それ。すご。確かランジュはメール少ないで有名でしたよね。有名。それはなんか知ってた。うん、うまっ。うん。毎回買ってる？もうそろっちですね。メンバー同士仲良しだと両方の揉め取る説。ニャーニャー、西荻、アブコナなろなろ。なるほど。確かに。発熱どうしたって。まあ、なんだろう。疲れてんのかな。全然疲れてないけど、超元気だけど。あ、多分、なんだろうね。そういう日もあるよね。滑舌があまりよろしくない日もたまにはあるよね。メールの返信はいつでも見られるんじゃないの。メールの返信はいつでも見られるけど、 DM だってレポだっていつでも見られるけど、すぐ見返せないじゃないですか。すぐ見返せないし、なんかずっと私のカメラロールになんか調べないとメールの返信とかツイッターとかインスタとかは出てこないけど、私のカメラロールは調べなくてもいつ見ても見れるわけだから、これから何年先経った後とかにカメラロール開いた時に、あ、この時こんなこと言ってくれる人がいたなとか思い出したら頑張れるかなとか思って、私その際結構先見据えてるんですけど先を見据えながら生きてるんですけど、そういうことも考えながらスクショしてます。うん、うまっ。これ止まんないんだよね。おしゃべり会のリベラはあと後日燃やしたから帰っちゃうよねってやめてレポは書くの好きだからこれからも愛を込めて書きます。見るよ、ありがとうアイアイアンブレラもスクショ入りしてますか。スクショしましたよだってあんな面白い人いないですもん本当に本当に最高だよ、あれは一生の思い出。私友達とかに会った時にやっぱ聞かれるんですよ、地元の友達とかと会った時に、おしゃべり会ってどんな感じなのとか、それ聞かれたら喋りますね。遊園地で観覧車に乗りながら喋ってる方もいたよってうん、いいことだ、飼育菓子は。おしゃべり会のレポはまとめられない。いつもぶっ飛んだ話しかしてない。確かに確かに。でも感想見てます。感想とかリップとか可愛いなって思って。おしゃべり会のレポは盛らない、にやけすぎない、事故らないがワイのポリシーです。おしゃべり会のレポはね、確かに盛らないでほしいよね、やっぱりそのチョコ冷やすと美味しいのか、ストックしてあるの冷やしてみる。え、冷やすと美味しいですよ。あの硬いチョコ好きですか。なんかチョコって冷やすと硬くなるじゃないですか。私冷やした硬いチョコ好きなんですけど、これはめっちゃ最適、冷やすのがって私は思ってる。おしゃべり会って何回もんな、何枚取れば今日やばいな、めっちゃ感じ、何枚取れば満足して話せるんだろうっていうぐらい話したりない。わかる。なんでいつもあの時間ないんだろうね、みんなみんなと時間ないワクチン2回目後の DM スクショしたって話は本当だそうだよ、だからね、スクショ人間なんだって。だからいつも携帯のホルダーやばいんだよ、もうスクショやりすぎて、スクショしすぎて。スクリーンショットのホルダーやばいから、本当にだってみんなさ、スクリーンショットのホルダー何枚写真あります、なんか見えるじゃないですか、携帯でスクリーンショット何枚とか。私スクリーンショットの写真だけで1460枚も入ってるんですよ、携帯に。やばくないですか。何をそんなスクショしとるねんって。だからみんなのやつとかスクショしてるんですよ。1460枚ってやばくない、スクショだけで
本当に嬉しいと思ったらすぐ即答しちゃう。アイナちゃんテスト勉強してるのにアンジュから映画見てるメール来てたの見て笑ってたわ懐かしい。それは面白すぎる同じ学校がやってて一人のメンバーからはテスト勉強してますって来て一人のメンバーからは今映画見てますって、それはおもろすぎる。アンジュがテスト勉強してるとこなんて見たことないですよ。おしゃべり会のレポ記憶を掘り返して書いて、そうだよね、みんなレポすごいなって思うもん。いつも多分みんなバイバイってした後書いてんだね。あいにゃバイバイありがとう、こうでしょ。だって忘れちゃうじゃんすぐ書かないと。カチカチのチョコ美味しいよね。硬い方が好き、よしすべて冷やす、硬い方が好きなら絶対冷やした方がいい。私はこれ今冷やさないで食べちゃったけど、これ絶対冷やして食べた方が美味しいわ。アイちゃん初見なのに足りなかったですって、嬉しい、あってもらったよね本当に。覚えてるよちゃんと。今日は何時まで、今日何時までか決めてないです、決めてないです。みんなとおしゃべりが尽きるまでやりますスクショ724枚、え、だから私多いよね、1460だよ。え、スクショ4338、スクショ6000枚、え、何をみんなスクショしてんのそんな私めっちゃ多いと思ったんだけど、自分全然少ないじゃん。私メンバーさんからいいねとかリブもらってスクショしたけど、それでも愛ちゃんの5分の1だった。いや多いと思ってたんだけど、私も7年 iPhone のデータ引き継いでるから7000枚ぐらい。え、7年 iPhone のデータ引き継いでたとしても7000枚もスクショするあ、みんな私のことスクショしてんのか、そういうことか。今なんでみんなそんなスクショ多いんだろうと思ったけど、私のせいか、そういうこと。今気づきました、私のスクショかみんな、そういうことか。そりゃそんな数なるわな私のスクショか、絶対半目の写真とか1000枚ぐらいあるでしょ、そのうちの。消しな、みんな半目のアイニャ。スクショ500枚ぐらいだったって、人によりますね。スクショ1000ぐらい。バイバイってした後は姉とママにアイナちゃんこうだったって前報告してる。かわいい、ダイスのエピソードかわいすぎて、本当にかわいすぎる。頭抱える、さすがに。ほらもう髪ぐしゃぐしゃになっちゃった私のカメラロールの8割アイナちゃんだわ、残り2割はラーメン。ラーメンも多いなラーメン食べたい。バーイ MC へ、トゥ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 。私のスクショタイムか、みんな。そっかそっか、公演スクショするなってか増えた。公演のスクショさめっちゃむずくない？私 DMM 見てて、あのどうにも載せないけど、自分のなんかアイドル知ってるなんかいいなんか笑顔の写真とかスクショ綺麗にしたいなと思って試みるんですけど、マジ毎回半目になるみたいなスクショばっかになっちゃって、だから公演のスクショとか載せてる方めっちゃ大変だろうなって。私も経験者だから、やったことあるから、あれがどんだけ大変なことかっていうのをね。むずいよね公園のスクショ。半目アイナめっちゃあるよって、だから消しなって半目めっちゃ容量減るよ半目は消します、消してください。ありがとうございます。フォルダーは壁はマジで埋まってますって、嬉しいね。やば、私がアイナちゃんのスクショ全然撮らない人ってことか。あらあら、よく整理してるってことじゃない
美味しい新潟のラーメン食べたいな、わかる。スクショめちゃめちゃタイプだから見に行くつけ、スクショむずいよね、みんないつもすごいと思う本当に。アンジインスタライブで勉強頑張ってるって言ってたね、元気娘だった。そうなの、それはよかったね。動いてんのむずいよね。スクショもそうだしメールもすごい量愛ちゃうのかと思ってる。え、メールってさ、あの私の携帯だけかな、なんか消されてきません勝手に、めっちゃ昔のやつ。私ある程度のとこまでしかメール見れないんですけど、なんかさ、ある一定の数に達するとメール消されません勝手に。私一番昔のメールが2021年7月28日のメールが一番最後。7月28日より前のメールもう見れないですもん。なんかフォルダ、他のフォルダとかに移しとけば見れますけど、受信ボックスにそのまま残しておいてあるメールは7月28日より前見れない。勝手に消されるよねメールって。まあ全然いいんですけど。なんか違うフォルダに移しとくと消えないよね、昔のメールも多分。私はお支払いのメールとか大事なメールは別のフォルダに移してるので消える心配は多分ないんですけど、受信ボックスに勝手に放置しとくといつまで消えてるからびっくりする。DMM に来てくれたりとか、カメラを目線、カメラに目線し、カメラ目線してくれるのを中心に載せてるって嬉しい。あの私あんまり DMM 漏れないんですけどDMM でもちゃんと可愛く映るように頑張れって感じですよね。そうなんですけど、あのこの前のななこちゃんの生誕の日の昼公演、私漏れてたんですよ DMM。 なんか載せてる方がいて漏れてるって思って保存しました。あ、私ねそういうのめっちゃ保存します。だからフォルダが本当にやばくて、そうみんなが載せてくれてる写真とかもめっちゃ保存するんで。あ、夜公演だ、夜公演、奈々子ちゃんの生誕の時になんか誰かが、どなたかが載せてくださってたやつなんですけど、これ漏れてません、これ漏れてるって思ってレイナに自慢しました。ねえレイナ漏れてないって言って奈々子ちゃんの生誕の日もあの割とねコンディション良かったですね。だから髪型がね超可愛かったんですよ。この三つ編みをこう両方から垂らすっていう。DMM のは録画したやつを他のアプリでコマ送りにしてスクショして。すごい。昔のメール見れない。ですよね。メールは消せるからモメアプリに変えた。なるほど。頭いい。確かに。え、ですよね。メール消されるよね。本当に嫌だよね、あれ。なんかさ、私最近したんですけど、これ知らない方いたらマジで本当に感謝してほしいんですけど、まあ、多分ほとんどの方知ってると思うんですけど、私最近したのがメアドを、あ、これ iPhone だけかもしれないんですけど、メアドをお気に入りに登録できるんですよ。あのメアドをでお気に入りに登録するとそのメールだけ通知が来るようになるんですよ。私その機能知らなくて最近知ったんですよ。最近なんかメールって全部の通知はいらないなと思って通知オフにしてたんですけど、あ、このメアドから来るメールは通知欲しいなっていうメールがあって、どうしたらいいんだろうと思ったらなんかお気に入りみたいなのが出てきて、え、お気に入りにできるんだメアドってと思ってお気に入りに登録したんですよ。でこれもしかしてお気に入りだけ通知オンにすることできるんじゃないかなと思って設定開いたらできたんですよ。だから皆さんモバイルメール、モバイルメールじゃない、メールをね iPhone でメール取ってる、メールアプリ、ん？ iPhone の方はまずメール開きます。でメール開いて、でお気に入り登録したメール開きます。でそこの差出人のところを
長をタップすると VIP に追加っていうやつが出てくるんですよ。で VIP に追加すると星マークみたいなのが横につくんです。黄色の星マークがつくんですよ。それで VIP に登録が完了です。続いて設定に行きまして、通知行きます。で通知でメール開きます。そうすると VIP っていう欄があるんですよ。でこの VIP のところを押して通知を許可にすると、VIP に登録したメールだけ通知が来るんですよ。すごくないですか。私これ知らなくて、 VIP に登録するだけじゃ通知来ないんですよ。 VIP に登録して設定開いて通知のとこ行ってメール開いて VIP のところを押して通知を許可にしないと VIP だけ通知来ないので、皆さんそこは気をつけてください。 VIP にしたからといって油断はしちゃいけない。 VIP にしたところで設定で通知で設定の通知のとこで VIP をオンにすると VIP のメールだけ通知来るんですよ。もう私これほんと知らなくて、しかも VIP のメールだけ音も変えれるんですよ。だから私はここから来るメールは絶対にちゃんと分かっておきたいっていうメアドは VIP に追加して音も変えてます。でもうどうでもいいメールほとんどのメールどうでもいいじゃないですか。だからどうでもいいメールは音だけ、とりあえず受信したのは分かっておこうと思って音だけつけて、バナー表示とかは消してます。そうで VIP のはバナー表示も何々からメール届きましたって出るようにしてます。私これ知らなくて、超便利じゃない？ VIP 登録してもう超便利。これもう私もうね、もう大歓喜よ。これした時もう大騒ぎしてました。本当にこれ知った時、はい、なんかの移動中だったんですけど、この時普通に、ね、なんか声を出そうになったやばーってあ、いや本当にカラコン帰ってから最近めちゃくちゃ漏れてる、嬉しいやったかわいいって、エル帰ってから嬉しい。すごくないこれ。チキセンダイナちゃんのメラビップにして、そう、そんな感じでできるんですよ。すごいよね。もう活用してる方もいた、もちろんそうですよね。私だって絶対多分もうみんな知ってると思って言いましたもんついきの VIP ってなんだってあいなちゃんのそれにしたんだけど、ね、すごい。私これね気づいたのが2週間前ぐらいにこの機能気づいて、でも今日話してるから、え、なんかそういう時ってなんかゾワってしません？なんか別に意識してなくても話すタイミングとか、なんか考えてたこととか思ってたこととか話すタイミングとかが一致した時めっちゃ怖くないですか？今それですね。だって昨日 VIP に登録したんですよね、たまたま。私は今日話しましたそういうことあるよな。ハートいっぱいありがとうございます。ハートありがとう。そうなんですよ、結構前からアイニアメールは VIP に登録してる。 VIP 登録してるのにメール通知来ない。あれ VIP 通知オンにした？あ、いいね、いいね、ありがとうございます。いいね、ありがとう。もう私この機能本当にね、なんかやっぱ iPhone ってさすがだなって、 iPhone 様々だなって本当に思いました。超いい便利？ん？超いい便利？超いい機能じゃないですか。すごくない？私もうこれ大好き。この機能作った人と作った人に感謝を申し上げたいです。本当に VIP 機能を作ってくださりありがとうございますってもう感謝を申し上げたいです。本当にやっぱね気分上がります。やっぱ私のメールを取ってくださってる方とかメンバーのメールを取ってくださってる方にはもうぜひこの VIP 機能を使っていただきたい。たとえ他のメールをの通知も欲しいとしても他のメールと通知の音も変えれるんですよ。だから推しメンから来た時だけなんか、だから他のメール来た時はチャーンみたいな音だけど、推しメンから来た時だけてってれてってってんみたいな音にしたらテンション上がりません？通知の音鳴って、あ、なんかチャーンみたいなやつだったらあーメールかってなるけど、チャ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 ンってきたらあー推しからメール来たってなるじゃないですか。もうおすすめです。だから皆さんぜひこの機能使ってください。アイニャのメールを VIP に
VIP 登録して音変えてください。そしたらテンション上がりますから、多分メール来た時テテテテテンとか、なんかどれがいいかな。じゃあ私が選んであげますね、みんなの通知を。ちなみに私はあのメール VIP に登録してるメールはどんな音にしてるかな。あ、普通のメールが届いた時の音は、あ、ちょっと、これです。この音が届い、この音が鳴ったら普通のメールが届いた時だから、なんだろう、なんていうんですか、まあはい、 VIP に登録してないメールで、 VIP に登録してるメールが届いた時は私はこの音にしてます。この音です。別にそんな可愛くないんですけど、私はこれにしてます。なんか大事そうなメールの音、支払いとかしなきゃいけない大事そうなメールの音はこれにしてます。だからみんなはアイニャーのメールが来た時はどれがいいかな。あ、可愛いのがいいよね。これあれだね、そういえばあの iPhone じゃない方、なんじゃなんじゃですよね、すいません。あ、これいいね。これいいな。あ、これな、あ、これいいじゃん。サスペンス、声でか、サスペンス。これ届いたらアイニャカのメールどう？アイニャカメールだっていいじゃんこれ。あ、これ私のエアドロップの音だあ、絶対これじゃん。これかわいい。これ来たらアイニャメールいいね。いや、おもろい。どれにしてもおもろかった。まあでも一番いいと思ったのはこれかな。ホルンってやつで、ちょっと面白いのがいい方はサスペンスですね。これこれですわ。おもろ。ちょっと私元のに戻そう。うん、私はこれですね。あ、でもめっちゃあんじゃん。わ、これ長いね。これ私の目覚ましの音。私これで毎朝起きてる。アイニャとお揃いにしたい方ぜひ。私これで毎朝起きてる。これはね、嫌いな音。寝坊した時に鳴る LINE 電話の音。え、私こっちかも。あれ、どっちだっけ、私の朝起きる時の音。どっちも使ってるわ。私 iPad と携帯2台でアラームかけるんですけど、この2個だわ。これとこの音、やだ、朝思い出す。いや、私目覚ましの音嫌いなんですよね。なんか目覚ましの音って嫌な気分になるじゃないですか。朝起きた時うるさって、朝だ朝かよってなるじゃないですか。それをなんか夜とか夕方に聞くと嫌な気持ちになるうるさいって思っちゃう。あ、これいいじゃん。アイニャのメール届いた時の音。ちょっと長いけど長っ。あ、これどうですか。ちょっと長くない？
あ、めっちゃ LINE の通知来ちゃった今。ちなみに LINE の通知は LINE ってやつにしてます。今日のリハーサルの映像が送られてきました。めちゃめちゃ仕事の通知だった。ちょっとおもろかったな。サスペンスめっちゃおもろくない？嫌な気持ちなりません？目覚ましの音を聞くと。面白すぎてお腹痛いって。私も今の、あの目覚ましの下りめっちゃ面白かった。目覚ましじゃない、このこう通知音を決める流れめっちゃ面白かった。嬉しい、一緒に笑ってくれてて。なんで、なんやねんこいつって思われたら悲しいから、一緒に笑ってくれて嬉しい。あ、一緒？え、目覚ましお揃いだって嬉しい。 iPhone の音全部聞いたことないから今初めて行くのいっぱいって。聞いてみたら意外とおもろいよね。俺の目覚ましはあなたが言ってくれ、あなたがいたから、あなたが言ってくれたから。え、起きれなくない？寝ちゃうでしょあれ。あなたがいて、あの日の歌が流れ、時計ってなっちゃうんだけど、私だったら絶対よく起きれますね。目覚ましの音を街中で行くとウエーってなる。え、わかる。目覚ましの音本当にウエーってなるよね。めっちゃわかるわ。自分はサスペンスで行かせていただきます。サスペンスおもろいな。アイニャメールだよとか言っていただければ編集して通知音にする。すごい。え、なんかそれさ、そうですよ。なんか最近 iPhone 進化しすぎて充電した時に音を変えれたりとかできるんですよね。私はやったことないけどできるらしいですよ。なんか録音した声とか動画の声とかを、あのその充電器挿した時になったりとか、その通知音とかにできるんですよね。じゃあ私が今作ってあげます通知音。待って、どうしようかな。よし、いきます。トゥ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 ン、アイニャメールだよ。どうですか今の。これ使ってください皆さん。ちなみに目覚まし時計とかの音声を取るときこんな感じでした。自分で考えてスタッフさんに。いきますいきます、おはよう。別に今そのそれ思い出したわ、目覚まし時計の録音の時の。よくない今の。じゃあ充電した時の音も作ります。どうしようかな。はい、いきます。ゴーン、充電中、充電中。うん、どうですか。どうですかこれ。で、今のふざけたバージョンで普通のバージョンもちょっとこう、うん、なんか本当にグッズ作ってる気分になってきた今。目覚まし時計の時思い出した。え、今の押さえといてもう一回ちょっと撮っていいですかみたいな。どうしようかな。いきます。充電開始。はーい、どうですか。ちょっとうざいかな。ちょっとうざいかな、充電器させた時に充電開始。いや、まあ可愛いと思います。使ってくださいこれみんな。そういえば充電の音アイニャンの自己紹介だわ。え、充電したら横浜マンクのダンス担当って。おもろい。好きな歌目覚ましにしたらその歌嫌いになりそうだから、好きな曲目覚ましにするのやめた。ねえ、めっちゃわかる。好きな曲目覚ましにするのほんとよくないと思う。嫌いになるよね。私これレイナへの一生の恨みがあって、セイジレイナちゃん、
ドラフト候補生の時の話なんですけど、ドラフト候補生の時に私レイナと違う部屋だったんですけど、私のドラフトの合宿の時の部屋が3人部屋だったんですよ。で、あの3人中の1人の子がちょっと合宿をね辞退してしまって、途中からいなくなってしまったんですよ。だから私の部屋3人部屋だけど、2人しかあの泊まるメンバーがいなくて、1つベッドが空いてたんですよ。だからなんか泊まりに来てたの、メンバーが他の部屋のメンバーが私の部屋に泊まりに来たりしてて、一つベッドが空いてたから。そのある日レイナが合宿中に私の部屋泊まりに来たんですけど、西野カナさんの曲、なんて歌だっけな、あのハッピーバースデーの曲、西野カナさんの誕生日の歌があって、ハッピーバースデーだ、これ、この歌、西野カナさんのハッピーバースデーって曲をね、レイナが目覚まし音にしてたんですよ。そんでもう信じられないぐらいの爆音でレイナが西野カナさんのハッピーバースデーを流して、で本当に起きないんですよレイナが。で私はもううるさって思ってて、でもレイナのベッドまでちょっと距離があったから、 端と端だったので、で真ん中にもう一人メンバーがいて、止めに行くのめんどくさくて、てかめっちゃ大音量だったから早く止めてよって私は思ったんですけど、心の中でマジで全然止めなくて、1サビまで行ったんですよ曲が。で1サビで終わりで止めるのかなと思ったら2番入っちゃったんですよ曲が。でもうバーカうるさくて、うるさすぎと思って、もう様子見たら全然ぐっすり寝ちゃってるから、もうレイナのここで鳴ってるんですよ、西野からそのハッピーバースデーが超大音量で、もう部屋に響き渡る大音量で、で私がもう仕方ないかと思って止めに行って、でまた寝たんですけど、そしたらまた流れるんですよまたイントロから流れ始めて、そうなんか多分めっちゃいろんな時間に設定してたのか分かんないですけど、また鳴り始めて、もう本当に2回目はもう止めに行くのめんどくさいと思ってこうやってやってたんですけど、やっぱりうるさくて、そうレイナを起こしました。レイナって言って、うるさいよって言って、もうその時はでも仲良しだったんですけど、もうめちゃめちゃ今ほどあのもう何も距離も何もない、もう何でも言えるっていう関係までは多分まだ行ってなかったので、ドラフトの時私もレイナに強く言えなくて、そう今だったらもうブチ切れですね本当に下がったんだけど、その時は言えなかったから、そうあの目覚まし勝手に止めちゃったごめんねみたいなめっちゃうるさくてって言って止めちゃったよっていう風に言ったと思います、多分その時はコスモスありがとうございます、コスモスありがとう。今思い出したわ、だから私西野カナさんの曲めっちゃ好きでめっちゃ聴いてたんですけど、一時期西野カナさんの曲聴けなくなりましたそれが頭に残りすぎて。アイスクリームありがとうございます、アイス食べたい、アイス食べたいありがとうございます、本当にマジで西野カナさんのハッピーバースデーは未だに今聞いても未だにレイナのそのレイナが全然起きなかった時のこと未だに思い出す。だってもうドラフト構成の時なんて正直もう6年も前とかだから、全然ドラフト構成時代の記憶全くないんですけど、そのレイナの爆音の目覚ましだけはもうめっちゃ覚えてる、めっちゃ記憶に残ってるゆうてそれで起きないレイナすごい、レイナ本当に変わったと思う。なんか今って逆に私が朝弱くて、レイナめちゃめちゃ朝強いわけではないけど寝起きめっちゃいいので、レイナだから何があったんですかね、レイナになんか中身も違う人だなんかすごいレイナって初期の頃に比べて見た目変わったってよく言われてるじゃないですか。でも中身もすごい変わったと思う、だって目覚ましで起きなかったんですよ本当に別人みたい。多分今同じ状況だったら多分私がレイナ顔だと思うので、大音量で流してて全然起きないみたいな、でレイナが仕方なく起こすみたいな感じの方が今のニャーニャーだったら想像がつくので、なんか
そう、レイナのせいでトラウマになっちゃった。アイビアで大音量を流せるメンタル強いね。でも私はめっちゃ仲良かったからいいんですけど、もう一人いましたからね。もう一人私たちより何歳した、3歳4歳ぐらい年下のメンバーも一緒にいて、そう、すごいよね、おもろいよね。めっちゃ覚えてる。うわー2番入ったー、フルやんけーって思った記憶めっちゃある。めっちゃ懐かしいわ。もう西野カナさんのハッピーバースデーといえばそれっていう私の頭の中で、めっちゃ名曲なのに、めっちゃ名曲なのにさ、懐かしいわ。これでもレイナに言ったことある気がする。覚えてるかなレイナ。でも私レイナに多分もう 3,4 回ぐらいこの話をね知ってる気がします。多分ドラフトの時さ、こんなことあったよねって言って、めっちゃうるさかったよあれっていうのを多分 NG 時代ってから何回か言っちゃった気がする。はい、お仕事で枕が空気で膨らむ目覚まし時計使ってるけど、マジで一瞬で起きるのでそれをおすすめしたい。めっちゃ怖いんだけど、え、どういうこと、時間になったら枕が膨らむの、めっちゃいい、怖いけどめっちゃいい、え、それください。え、すごい、そんななんの、怖いけどね、ちょっと首とか痛めないんですか。すごっ。当時小学生もいたのだろうとか、当時小学生もいました。一番下が小6小5だったかな。小学生いましたね、ドラフト構成時代可愛かったな、懐かしい。ドラフト構成の時はなんか私はあんまり年上のメンバーと絡むことがあんまりなかったので、年下のメンバーと割と絡んでたので、年下のメンバーに結構あれちゃんって感じで、そう、だから年上のメンバーよりも年下のメンバーと仲良くなる方が早かったですね。そう、お姉ちゃん割と多分ドラフト構成の中では年下の方のメンツの方だったと思うんですけど、年下の方のメンツの上の方の年齢だったので割とお姉さんしてましたね。なんか最近そのドラフト構成時代の写真とかが動画が発掘されて見たんですけど、小学生だったで、同じドラフト構成のメンバーたちの秘蔵映像みたいのがめっちゃ入ってて、これファンの方にはたまらない映像だろうなって思いながら一人で見てました。ドラフト2期生の NMB の本郷ゆずはちゃんと、あと卒業しちゃった西中七海ちゃんと、あと AKB の久保里音ちゃんの3人がダンス練習して、私のカメラに向かって私のカメラに向かってダンス練習してる動画があって、ホテルで私がベッドにこうやって寝てて、私の寝てはないか座ったのか、私がベッドにいて、その私のカメラに向かって3人が視線を送る、メロンジュースか酸性かわいいかの映像が私の携帯の中に入ってて、めっちゃかわいいと思って、映像4分ぐらいあるんですけど全然飛ばさずに見てられた、可愛すぎて。秘蔵映像でしょ。強制的に上半身が起き上がる。すごい、時間になったらこう寝てて枕が膨らんでふーんって起きちゃうってこと、めっちゃいいやん。10万円、無理です、枕に10万円なんてかけれない。いつになっても億万長者になったら買いたいと思います。すごっ、10万もすんの。
レイニャも覚えてアラームの音の話だって。え、なんでわかんの本当に。お宝映像でしょ。あとはなんかレイナと私がハナちゃんのモノマネする映像とかで、ハナちゃんがそれ見てやめてみたいに言ってる映像とかいろいろ出てきた。懐かしい。ドラフト構成の時の動画とか本当に私なんか NG で入ってから写真の管理をミスってしまってて、なんか動画とか全部消えちゃったんですよ、初期の頃の。多分めっちゃ撮ってたと思うんですけど、昔の動画とかが一番最近で2018年の動画からあるんですけど、2015年2016年2017年の動画が一切なくて。そう、でもドラフト構成の時のはちゃんと保存してたので残ってたんですよ全部。だから NGT 入って初期の頃もちゃんと私が写真とか動画管理してたらめっちゃお宝映像いっぱいあったのになーってめっちゃ思います。どっか行っちゃったのよ、消しちゃった間違えて。私メンバーの人の動画とか撮るのめっちゃ好きだから、そうめっちゃ撮ってたと思うんですけどなくなっちゃったんだよね。ああ思い出した、懐かしいわ。そうなくなっちゃったのよ。え、エアー枕すごいな本当に。調べたい、ちょっと膨らむ枕。なんて書き込み、起こしてくれる枕、起き上がる枕。どうやって調べられていくんだ。本当だ、高っ。まあそうだよね、高いよねそれは。コンサートガンバです。起こし太郎で検索して、起こし太郎検索しています。すごい、なんか高っ、12万円もする。高い、すごい。自動起床装置起こし太郎、なんかめちゃめちゃちゃんとした機械やん。こんな家に置けないわまず。すごい、みんなお風呂とかそろそろ入ってんのかな。みんな配信始めてからもう1時間は余裕で経ってたんだ。え、私何時から配信しましたっけ。6時40分ぐらいから。え、もう2時間経つやん、早っ。うるさ、声めっちゃ響いたわ今。え、もう2時間経つじゃないですか、配信始めて。早っ。あとじゃあ2時間だったら終わるか、あと15分ぐらい。2時間、早っ、怖早いね、映画1本分。確かに確かに映画1本分だ。あ、
キノコありがとう、ハートキノコありがとう、嬉しい、秋ギフトかわいい、ありがとうございます。あ、トンボもありがとうございます、ありがとう。配信終わってから入ろうと思ってたからとりあえずご飯食べてる。あー嬉しい、ありがとう。私も配信終わったらお風呂入ります。恐ろしい、決めた、今日は配信終わったらすぐにお風呂に入ります、決めました。今もう速攻風呂です、速攻風呂、直行します、お風呂に。あ、でもモバメ用の自撮りをしてから、モバメ用にモバイルメール用に写真を撮ってお風呂に行きます。とりあえず最初終わったら通知音作ります。嬉しい、楽しみ。ヒアイニアファンの皆様使ってください。あいちゃんの愛車は楽しいから早いんよって、嬉しい。ときめして楽しみ、当選券当たれー、絶対絶対当たれー。今お風呂入って夕ご飯作ります。えらい、何食べるんですか夕ご飯は。なぜアイニャの配信は病なんですかって、病なのよね、本当に楽しいからですねみんなで楽しんでるからですね。すぐお風呂入ろうみんな。私友達にね、おしゃべり誰を勧めって言われてアイちゃんって即答した。本当に嬉しい、めっちゃ嬉しいんですけど、ありがとうございます。なんか熱くなってきた、なんでだろう、テンション上がりすぎてたからな、喋ってて毎回映画見た後みたいに充実な配信だって、嬉しい、ありがとう。2時間あっという間だったな、本当に。ご飯まだ食べてなかったことに気づきましたって、食べて、ご飯、ご飯は大事よ、しっかり食べてねみんな。タッタッタタッタラッタ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 ラッタ、だるまありがとうございます、緑のだるまありがとう。なな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 、あいな、やっほーやっほー、もうすぐ終わっちゃうけど来てくれてありがとう。2時間早かったな。タッタッタラタッタッタラッタッタ。この後もアーカイブで見ると実質4時間。リアルタイムで見たアーカイブも見てくれるんですか。愛ですね。優しい。ありがとう。ときめしコンサート特別席の特典、気になる気になる、当たりますようにって。何があるかな。おしゃべり会あと3日、そうなんですよ、おしゃべり会あと3日です、皆さんよろしくね、9日参加する方。ちょっと次の配信の時にはもう登録が発表されてる時かもしれないので、皆さんのコンサート当選を祈っております。秋だねギフトありがとうございます、ありがとう。ではそろそろスクショタイムをしたいと思います。スクショタイムをしてランキングを発表したいと思います。今日そんながっつりメイクじゃないのでスクショは軽めに軽めにします。ハートありがとうございます、スクショタイムにハートありがとう。
よし、ではランキングを発表します。あ、30分だったら発表します。じゃあ9日、久々におしゃべりできるの楽しみ。おー、楽しみにしてるよ、嬉しい、ありがとう。3日後だね。今回アイニャのおしゃべり会に取れなかったのめっちゃ悔しい。絶対に次やったら、あー、ありがとうね、見たよツイート、ありがとう、申し込みしてくれてありがとう。絶対お話できる日が来ると信じてます。私も皆さん、10月ももう1週間が経とうとしていますね。頑張りましょうね、今月も。かわいい、ありがとう。おしゃべり会すべて落ちてしばらくお話できそうになるので闇期に入ります。うん、そう、結構ねおしゃべり会落ちてしまったって方も結構多かったので、私もめちゃめちゃ完売はすごく嬉しいんですけど、落ちてしまった方が結構たくさんいるっていうのを考えるとちょっと複雑というか、みんなとしゃべりたかったなってめちゃめちゃ思います。話す気があればいいんだけどな、本当に。ではランキングを発表したいと思います。で、はい、13位、アルマサトリアさん、ありがとうございます。私はインドネシアから来たんです。だって12位ひつじさん、ありがとうございます。11位しんちゃろさん、ありがとうございます。10位アニビジャヤさん、ありがとうございます。9位ひーたん、ありがとうございます。8位かつとしさん、ありがとうございます。7位ゆかこさん、ありがとうございます。6位かずさん、ありがとうございます。5位プチペヨさん、ありがとうございます。4位ゆうたくん、ありがとうございます。3位チーマイのコミュニストさん、ありがとうございます。2位チーマイのしょうちゃんさん、ありがとうございます。そして1位がまいまいさんです。ありがとうございます、おめでとうございます。はい、ということで今日はちょっと10分遅れての配信になってしまったんですけど、約2時間私のショールームに付き合ってくださった皆さん、ありがとうございました。途中から見てくださった皆さんも本当にありがとうございます。はい、ということでね、金曜日にときめっせの当落発表があるということで、みんなが当たることをめちゃめちゃ祈ってるし、まず申し込みしてくれた皆さん本当にありがとうございます。あとちょっと告知をさせていただきたくて、昨日メールにも送ったんですけど、個別、今発売されている個別プロデュース生写真の予約受付が明後日までとなっておりますので、皆さんぜひチェックしてください。ちなみに私のお気に入りはこの5枚目のこの乾杯のこの写真がお気に入りです。これはゆうちゃんが撮ってくれました。そしてですね、新しくゴルフウェアの生写真が発売になります。こちらですね、明日の10時から予約開始となっていますので、まだ発売準備中なんですけど、このゴルフウェアはすごいレアだと思うので皆さんぜひゲットしてくれたら嬉しいなと思います。まあ、ちなみにちなみに、みんなハロウィンも出てるじゃん、ハロウィンビッグタペストリーだって。欲しい、自分の見て、ハロウィンビッグタペストリーだって、すごい、めっちゃビッグそう、全身写ってるもん。これね、ハロウィンの衣装めっちゃ可愛かったんですよ私今年。これゲットしてほしいな、高っ思わず言っちゃう、高って。これあれですかね、なんか成人メンバーの成人メンバーのグッズあったじゃないですか、タペストリー、それと同じかな、感じかな。でもこれ自分が欲しいんだけど、ちょっとお値段は高いけど
ビッグタペストリーがグッズで出ることあんまりないので、もしビッグタペストリー欲しいって方がいたらぜひこの機会にゲットしてほしいな。すごーい。多分成人メンバーが出すビッグタペストリー、毎年結構成人メンバーが振り袖でグッズ出してると思うんですけど、それと同じ感じだと思います多分。はい。でですね、多分あんまり購入したよって方多分いらっしゃらないと思うんですけど、もしいたら本当にありがとうございますなんですけど、オフィシャル個別レプリカ、生写真、壁写真のねレプリカのこれもですね、あさってが予約締め切りです。はい、もしよかったらチェックしてくださいって感じですね。すごい、タペストリー出るんだ、めっちゃ嬉しいな。可愛くないですか私の衣装、可愛くない？そう、まあゴルフウェアだったりハロウィンの衣装だったり、順次オフショットとかもね公開していこうと思うので、皆さん SNS もチェックしてください、お願いします。壁下レプリカの値段見た後だと安く感じる、それは確かにそう、だってもう桁が違いますから桁が違いますから。実際わかんない、どんぐらいのサイズなんだろう。実寸だったらメンバーによってね変わっちゃうよね、どうなんだろう。でもでっかいと思う、実寸レベルの大きさなんじゃない多分。いやー嬉しい、これはめっちゃ嬉しい。結構へんてこな衣装もあったんですけど、真面目に可愛いやつにしてよかったです可愛くない衣装。アイニャタペストリーもらえないの、わかんない、なんかもらえるグッズともらえないグッズがあるんですよメンバーもそう、全部もらえたらいいんですけど、もらえるグッズともらえないグッズがあるから、これがもらえるかどうかわかんないけど欲しいです。お、180センチって書いてある、おお、じゃあ180センチらしいです。でも180センチだけど、なんか靴の厚底の部分とこの帽子の部分とかも合わせたら多分私の実寸ぐらいですね、実寸サイズぐらいだと思います多分180センチあるけど、メンバーの実寸サイズなんじゃないかな、写ってるメンバーは分かんないけど、多分だからちっちゃいメンバーだったらちょっとちっちゃめだし、何サイズは同じだけどメンバーの写真自体がちょっとちっちゃいんじゃないかな、分かんない、どうなんだろう、多分そんな気がする、どうなんですかね。まだみんな180センチのあれということで、まあ、ほぼ実寸ですね。はい、ということで配信を終わりたいと思います。告知もたくさんさせていただいてありがとうございました。ぜひねグッズだったり生写真だったり結構続々と出てるんですけど、皆さんよかったらグッズも生写真もチェックしてくれるととっても嬉しいです。頑張って可愛い衣装を着て撮影したので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいです。お願いします。はい、ということで、まあ、今日はねコンサートリハがありまして、コンサートリハからのショールームだったんですけど、コンサートリハ後とは思えないぐらいすごくあっという間で全然超元気で、みんなのおかげ、みんなの楽しいコメントのおかげで楽しく2時間配信することができました。本当に最初から見てくれた方も途中から来てくれた方もお付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございました。ということで配信終わりたいと思います。バイバイ。この後はモバイルメールの写真を撮ってから私は速攻にお風呂に行きたいと思いますということでありがとうございました。また配信するのでまたぜひ見てください。ということでバイバイ。ギフトもたくさん、本当に秋ギフトも新しく出て、秋ギフトだったり他のいつものギフトもたくさん投げてくださって本当にありがとうございました。コメントもたくさんありがとう。ということでバイバーイ、ありがとうございました。平日残り2日一緒に頑張りましょう。おやすみなさい、ありがとうございました。